皆さんこんにちは、ムチョと申します。あの商場からまたも大物誕生ということでですね、いや、やはりこれはコスパ最強と言わざるを得ない、こちらの伊達の将軍という馬がですね、大井の敗成功記念を勝利いたしまして、まあ、このレースはですね、本当に来年の三冠競争に向けても非常に重要なレースとなっておりまして、まさに去年の勝ち馬マンダリンヒーローはですね、現在南関東のトップレベルで走っておりますし、サンタニタダービーでも2着に入ったような実績馬、そしてアラルンバローズやハセノパイロといった東京ダービー馬というのもこのレースからは退出していると、まあ、まさにね、本場っていうのもそういったレースでの飛躍が、まあ、間違いなく見合えるだろうっていう馬になるわけなんですが、いやー、この父がですね、バンブーエールということで、いやー、これはやっぱりね、見逃せないと言わざるを得ません。もうこういうね、怪物級っていうのをこのバンブーエールっていう商馬はこれまでも出してたんですよね。まさにこちらも三冠の一つ、特に JRA 勢もこれまでも参加していたジャパンダートダービーをですね、地方馬ながらも勝利した一頭ということになっておりまして、まあ相当なね、偉業を成し遂げた馬になるんですけれども、まあこういった馬までもバンブーエールは排出していると。で、やはりですね、こういった活躍もありまして、バンブエールの守護馬指標っていうのも、いや、とんでもないことになってるんですよね。ご覧ください、これ地方のデータっていうことになりますけれども、もうこれまでね、たったの32頭しか出走頭数っていうのはいないものの、勝ち馬率は 65%、 そして AI は 2.39 にまで上っております。 CPI が 1.11 ですからね、割ると 2.15。 もう他の勝馬をつけた時の兄弟よりバンブエールの産駒っていうのは2倍以上走ってるわけですね。いや、これはやばすぎる数値です。で、なんとそんな馬がですね、これまでっていうのは大変だけど20万円でつけていて、今年もたったの30万円なわけですね。いや、これはね、もうコスパ最強と言わざるを得ないでしょう。この価格でつけてですね、しっかりと勝ち上がってくれるし、もうまさに地方からも三冠の夢まで見られるという、もうとんでもない状況でございます。まあですから、もう本当にね、この父の産駒にはぜひ注目していただきたいっていうほかないんですけれども、ただですね、やっぱりなぜここまで成功したのかっていうのは、いや、今後ね、こういった馬を見つける上で重要なことだと思うんですよね。で、やっぱり私がここまで本馬が成功した理由を考えるに、やっぱり GABC スプリントっていうのは非常に勝馬として重要なレースということは間違いなく言えるかと思います。まあ、やはり本馬はですね、現役時代その G1 的にはまさにこのレース一つのみっていうことで、それこそ高額賞金のですね、中央 G1 や、まあ、中距離以上の G1 には手が届かなかったところではありまして、やっぱりその種付け量や頭数っていうのも、やっぱり評価されづらかった面っていうのはあると思うんですよね。ただ、蓋を開けてみれば、このコスパの高すぎる活躍、もうこういう例はもうたくさんあってですね、体制レジェンドとか、それこそ今2歳の受賞取りまくってる、ダウンレジェンドもまさにここだけの G1 勝ち馬だったりするわけですよね。で、最近で言えば西健モノモフもまだあまり知られてないと思うんですけど、非常にコスパのいい走りを見せていて、もうそれこそね、新設されたネクストスター競争を勝つ馬なんかも出ましたし、初年度3区からもデステージョというね、もう交流重賞でも上位に来るような馬までも輩出しているわけですね。もうまさにこの馬たちっていうのは、その JBC スプリントのみしか勝ってないっていう実績もあってですね、初年度の体付け量は品系の良かったダノンレジェンドこそ50万円でしたけれども、西健モノの服と体制レジェンドはまさにバンブエルと同じ20万円、もうそれでここまで走ってるわけですね。ちなみにこの3頭すべて CPI を AI が上回っております。特に体制レジェンドはそれこそ2倍以上超えてて、西健モノフも 1.5 倍ぐらいはありますね。まあですから、もう JBC ストリームと勝ち馬はとりあえずもう狙っておこうということですね。もう完全にね、血統を無視しろとか、もう中央の実績を無視しろとかっていう、そういうわけではないものの、もう明らかにここ勝った馬っていうのは外れにくい、これはね、間違いなく言えると思います。もうただこれ露出的にもやっぱり納得できる部分はありますよね。まあ少なくともここを勝った馬がスピードにおいてはまあないわけがないっていうことですよね。やっぱり中距離 G1、 2000m の G1 1個とかだとスピードで勝ったことももちろんあるでしょうけど、こう昭和戦になってスタミナで勝っちゃったっていう場合もね、
結構多いと思うんですよね。やっぱりまずは本質は日本の競馬において必要なのはスピード、これをねまさに証明する結果に私は思います。やっぱ逆に川崎記念だけとかの G1 馬ってなってくると結構こういう成功例っていうの少ないと思うんですよね。さらに言えば特にダートは芝みたいにスプリントが持続力勝負でマイル以上が瞬発力勝負になりやすいみたいな、そういった変わりもなくですね、どちらも結局は持続力勝負みたいなところがありますんで、まあだからこそですね、こういう耐性レジェンドからそういうスプリント勝馬からもうバリバリのね中距離重賞馬が出たりもするわけですね。もうそれこそドレフォンサンクだって1008が一番得意みたいな感じになってますからね。芝ほどですね距離によって求める能力が変わるわけではないっていうのも言えるかと思います。まあですので個人的にはねもうほんとここ勝った馬は前頭ね商売でしてほしいぐらいなんですけれどもね。グレイスフルリープなんかもそれこそねここラストラン勝ったんですけれども、やっぱりちょっとね短距離の実績が過小評価されちゃったのかなっていう印象で勝負はしてないんですけれども、まあ決闘的にもねゴールドアルー×シーキングザゴールドでしたし、もったいなかったかなっていう気持ちはありますけどね。まあただブルドッグボスやですねサブのジュニアとは無事にね勝負入りしてくれましたんで、いや非常にねコスパのいい走りをしてくれるんじゃないかなという期待はありますね。まあやっぱりこの馬たちも円付け料は50万円と30万円で頭数も10頭台と、まあ明らかにねやっぱりまだ評価されてないのが分かりますけれども、いやまたこの馬たちがねコスパのいい走りっていうのを見せてくれる日は近いんじゃないかなと。まあたださらに良さそうなのがやっぱり今の現役馬ですよね。まずはレッドルゼルさん、もうロードカノラ後継でね、ハーチもフレンチデプティでもうスピードとダート適性しっかりで、世界での実績もねあって、中央でのフェブラリーセックス2着もあって、もうこの実績でね、まあ、失敗することはちょっと考えづらいんじゃないかなと思う一頭ですね。まあさすがにちょっとここまでのクラスになってくるとね、耐性量50万とか30万は難しいかもしれないですけど、でも100万円とかだったとしても私的には安いかなって思う、明らかにそれ以上の魅力はある馬じゃないかなって思いますね。であとは先日ここを買ったイグナイター、もうエスプアルシーのね最有力後継の一頭としても本当に楽しみ、その血とですねこの素晴らしいスピードを武器に、まあ相当なね数値を叩き出してくれるような予感がいたします。もう血統のコスパもいいし実績のコスパも半端ないというね、いや非常に面白そうな一頭だと思います。まあまだね走ることにはなるでしょうけれども、ぜひ先々まで注目していただければと思います。ということでですね、 JBC スプリント勝馬選定レースとして非常にね有力ということで、でも評価されてないということでね、コスパの高い状況になっておりますので、ちょっとね覚えておいていただければと思います。まあ本当にその代表格がねバンブーエールになったかなと思いますんでね、単付けろ20万30万でこの一発力はちょっとやばすぎるでしょう。特にやっぱり地方ではねなかなかそういう実は活躍してる勝馬なんかもあんまり目立たないところもありますんでね、まあまた今後もですねそういうコスパのいい勝馬地方は熱も高まってる中ですし、ご紹介できればと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。